Hey guys, I'm j e n どうもようじんです。本日もよろしくお願いします。はい。ということで、A、Happy New Year 2022! ということで、えー、明けましておめでとうございます。2022年になりました。 えー、ちょっとね、えー、メインとサブと今両方撮ってるんですけど、あの、どっちもね、開けましておめでとうって言ってて、まあちょっと同じようなこと言うのもあれかなと思うんですけど、まあ、特にね、あの、これが言いたいってこともないので、あの、簡単にちょっと挨拶だけさせてもらいました。はい。ということで、 えっと、まあ、こっちでもね、ええー、こっちでは、ええー、アンダーウェアのね、紹介をしたいなと思っております。はい。で、今年がね、あの、虎年なんで、ええー、それにちなんだものをと思って、こないだね、一回、あのー、だいぶ前に一回チラ見せさせてもらってったものなんですけど、これですね、はい。DVD の、ええー、虎の <laughs>、ビキニですね。と、ビキニとこれ、えっ、ー、と、ボクサーもあります。はい。こっちが、 ボクサーですね。はい。で、あとね、ティーバックもあります。これはティーバックタイプになっております。はい。まあ、ちょっとね、ティーバックはどっちにしてもこっちじゃ見せられないので、YouTube でね、見せられないので、まあ、今日はあの、簡単に、このビキニとボクサーだけ、ここで履いてみようかなと思います。これ前も言ってたと思うんですけど、本当はね、あのメインチャンネルでちゃんと紹介したくて、あのー、 いろんなね、動物論があるんですよね。こんな感じで。はい。これまとめて、まあ、また、ここら辺のは、あのー、メインチャンネルで紹介するので、今日はとりあえずね、せっかく、虎年になったので、はい。この2枚入っていきたいと思います。じゃ、とりあえずちょっと開けてみましょうか。まず、リキニから。 はい。こんな感じですね。あんまりね、その光沢のない感じのマットな生地になってますね。はい。なんですけど、まあ、加工繊維っぽい感じの、あのー、すごい伸縮性のある生地になってますね。ていうか、めちゃくちゃ伸びますね。<laughs> すっごい伸びる。なんか履き心地めっちゃ良さそうですね。はい。と、えー、ボクサー開けましょうか。 こちらはね、えーと、ショートボクサーっていうね、名前になってますねじゃ、開けていきまーすはいこんな感じですねはいまあ素材は一緒ですねうん、結構まああのー、ちっちゃめのボクサーですね一応名前がまあショートボクサーってなってるのではい ショートボクサー。ここの竹がだいぶ短めなんですかね。うん。はい。まあ、これもなんか、多分形は可愛いっぽいですね。ちょっと履いてみないと。あ <laughs> れですけどじゃ。とりあえず履いてみましょうか。さっき、じゃあ、せっかくじゃボクサーさっき履きましょうか。はい。じゃあ履きます。せーの。はい。こんな感じですね。うん。 なんかね派手でやらしい感じするかなと思ったんですけど、履いてみると、なんか意外とそうでもない <laughs> というか、まあ、派手なんですけどね。めっちゃ可愛いっですねで。形めっちゃいいっすね。うん。いや、これはすごくいいんじゃないですか。で生地がね、めっちゃ伸びるから、履き心地がめちゃくちゃいいっすね。なんか気持ちいいです。うん。なんか普通に、ビキニと、ビキニじゃないじゃない、<laughs> と下着としてね、あの優秀な。 感じですね。あの、素材的に。うんいや。めちゃくちゃいいと思います。かわいいっすね。はい。じゃあ次、ビキに履いていきましょうか。じゃあ、これ、履きたいと思います。せーの。はい、こんな感じですね。うん。これもめちゃくちゃかわいいすね。うん。<laughs> いや、めちゃくちゃいいですね。やっぱね、こういう、あの、アニマル柄、特にね、トラって、まあヒョウ柄とか結構ありますけど、トラってね、 何気に珍しかったりして。うん。でもめちゃくちゃ可愛い。やっぱね、派手な柄はいいですね。うん。やっぱね、生地がね、柔らかいんで、あのー、こう、お尻とかもプリッと見せてくれて、すごくいいですね。うん。いや、これはなかなかいいんじゃないですか。履き心地やっぱね、いいんで、普通に普段履きにするのに、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。これ、これ S サイズなんですけど、あのね、伸びるんで全然、あのー、窮屈な感じもなくて、 いいですね。うん。いや、かなり気に入りましたね。<laughs> これ他の柄もね、ちょっと履くの楽しみですね。まあ、またね、あの、改めて他の、他んちゃんもう一個のチャンネルで、あの、紹介すると思うんで、それをね、あの、お楽しみにしていただけたらと思います。はい。ということで、えー、本日はね、このアニマルの虎の柄のアンダーウェアを紹介させていただきました。なんかね、このボクサーもな、なんかあの、 ボクサーってね、ちょっともっさりするイメージあるんですけど、あの、ショートで、すごいミニマムなシルエットになってたんで、めちゃくちゃ可愛かったですね、このボクサーも。はい。っていう感じですかね。<laughs> 僕もね、あのね、僕虎年なんですよ、生まれが。なので、ちょっとね、虎には思い入れがあって <laughs>、あれなんですけど。はい。 まあ、えー、とりあえずそんな感じですかね。他にもね、虎柄のやついっぱい持ってるんで、まあ、あのー、タイミングが合えば、この正月にね、他の虎柄の,のも紹介できたらなと思うんですけど、ちょっとね、あのー、福袋の開封とかもあったりするんで、そういうのやってるとその時間がないかもしれないんですけど、まあ、とりあえず、えー、今日はそんな感じですかね。<laughs> はい、ということで、天気 a n k y ビデオ最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.